動画を見ている皆さんこんにちは、素顔の朝日、今回は田島朝日選手に、動画で皆さんにメッセージを送ってもらおうかなと思ってこういう企画をしました。コロナウイルス感染拡大でなかなか選手に接することができない中で、こういう企画を通じて何か皆さんに助けできればいいかなと思って企画しましたので、早速田島選手にお話を聞きつつやっていきたいなと思います。それでは田島選手、冒頭のご挨拶お願いします。こんにちは、田島朝日です。何か話せます？そうですね、なんだろう、まあ、無観客で先週やって、うん、まあ、1ゲーム中止になったりとか含めて、うん、やっぱ結構こうメンタル的に、うん、試合をするのかしないのかわからない状態のまま準備して、うん、お客さんいない中で試合してっていうのは、うん、やっぱ結構タフな状態もあって、うん、まあ、うち3選手欠場したのもあって、はい、やっぱすごく難しい状態でのゲームだったんですけども、逆に言ったらこんな経験はもうなかなかできないだろうなっていうふうにも思いましたし、うん、まあ、またこれでリーグちょっと中断ということで、また自分たちもこの先がどうなっていくのかまだ分からない状態なので、まあ、少しでもねこの動画を通して、うん、試合を見たくてうずうずしてるファンの皆様に少しでも何か届けられればなと思います。はい、はい、じゃあ今日は田島選手の背番号8にちなんで8つファンから寄せられた質問をぶつけていきたいなと思います。はい、それでは最初はこちらです。好きなものは最初から食べる派でしょうか？こういう質問だったら僕も一瞬で8個終わっちゃいますよ。いいですか？どうぞ。僕最後に食べる派です。どうしてでしょう？どうして、うん、僕多分一人っ子だから、うん、競争したことないんですよ。多分兄弟いるところって、はいはい、じゃあ家族でご飯食べますってなったら、うん、人気商品から売れていくじゃないですか、うん、僕の場合は人気商品は絶対残ってある状態だったのでそれは僕のために一人っ子の特権ですよね、これは。そういう食べ争いをしたことがないので、うん、食べるの遅いですし、うん、早くも食べれるんですけど食べるの遅いですし、のんびり食べて最後に美味しいもん、最後に好きなものを残しておくタイプですなるほど、はい、絶対そうだと思います。じゃあ次の質問こちらです。お箸は左なのにシュートは右なの？僕右利きですよ。あれ、これはじゃあ右利きなんですね。ドリブルも右が得意だし、うん、字も右で書くし、基本右。超右利きだって大きさも違うし。おう、じゃあこの左利きっていうのはこの方ね、よく見てるなって感じです。僕ご飯は小学校3年生からバスケ始めたんですけど、はい、まあ大きさも違う通り左手が苦手なんですよ僕。ドリブルも苦手だし、はい、シュートレイアップも打てなかったしみたいな時期があって、うん、僕親に相談したんですよ、お母さんに、はい、左のレイアップが打てないと、うん、どうしたらいいんやって言ったら、はい、ご飯左で食えばって言われて、でだから小3習い始めてすぐぐらいから、うん、まあ、スプーンとかを使って鳴らしてって、うん、箸もぐちゃぐちゃにしながら鳴らしてって、うん、左で食べれるようになったんで、はい、箸は右も左もどっちも使います。でも今も左手を使って何かすることってありますか？ご飯は意識しなければ左で食ってますし、右に箸があれば右で食べてますし、うん、左に食べたいものがあれば左で取ってますしだから箸、お箸に関してはどっちも違和感なく、で歯磨きは大人になってから練習して左でも磨けるようにしました。うんうん、やっぱりその両方使えると試合で変わってきますか？僕はなんかお箸に関しては、まあ、左の何て言うの、器用っていうか、うん、レイアップ打つためにと思ってやってたんですけど、うん、まあ、実際打てるようになりましたし、歯ブラシとかはただただ逆の、うんうん、右だったら何でもできる動きって左手でできないじゃないですか、はいはい、そうですね、分かってるはずなのに、うん、だからこれは脳のためにやりました。だからこれで別にバスケが上手くなるとかじゃないですよ、絶対間違いなく、うんうん、バスケしてないから、はい、バスケしてないから上手くはなんないんですけど、同じ動きを意識的にできるようになるようなことは結構します。知らなかった。苦手だから、今でも苦手だからやります。なんか新しい朝日を発見した感じがします。そうですか、やってますよ。この人だから見てますね、よくね。すごいですね、ファンの方、ね、だからシュートは左手で全然打てないです。うーん、次はこちらです。遠征では一人部屋ですか？もちろん
嫌でしょ。まあそうですけれども、この方はですね、はい、遠征などは一人部屋ですか、もし同じ部屋に、まあ、なる人がいつもいれば教えてください、また同じ部屋がいいと思う人、逆にこの人は同じ部屋はという人がいれば教えてくださいっていう話だったんですよね。あ、どうだろうな、基本一人なんですよね、うん、その遠征というかその合宿とかで二人部屋の時期があったりとかっていうのもありましたけど、うんうん、基本試合とかに関しても、まあ、ほとんどの合宿に関しても一人部屋なんで、うん、誰と一緒だったらとかっていうイメージがあんまつかないかも。なるほど。そう、誰と一緒だったらこういう風になるから嫌だとか、うんうん、誰と一緒だったらこうだからいいっていうイメージがつかない。じゃあ一人部屋で、まあ、休んでる時ってどんなことしてますか。一人部屋で休んでる時聞きます、うん、まあ、僕普段ですよ、あの遠征先とかじゃなくて、はい、家にいる時もテレビつけながらとか YouTube 見ながらみたいな生活してるじゃないですか、はい、もちろんソファーで見てるんですよそれは、うん、家なんで、うん、それがベッドに変わっただけです。なるほど、はい、じゃあ遠征先も家も基本同じこと。ブレないですね。ブレない。ホテルによって、はい、やっぱ狭いホテルもあるんですよ部屋、うん、本当にベッドでいっぱいいっぱいみたいな、はいはい、だからそうなったらもうベッドで生活しなきゃいけないんで、そうですよね、まあ、そこで自分のポジションを決めて見たりするんですけど、うん、たまに広い部屋とかもあるんですよやっぱり、うん、でだってソファー置いてあったりするときは、うん、そういうところで自分のポジションを取って、だから基本僕寝るときにベッドに行きたいんですよね。ベッドで生活したくないんですよ。なるほど、うん、だから本当はソファーでダラダラして、うんうん、眠たいからベッドっていうのがイメージなんですけど、うん、へえ、なるほど。じゃあ遠征先で本とかも読んだりするんでしたっけ。本は、まあ、家とかでも読みますけど、うん、暇すぎて読むケース、うんうんうん、あ読まなきゃと思って読むケース、うん、あと寝る前に読むケース、うんうん、で寝る前ってなんか眠たくなるじゃないですか、うん、あと遠征の移動中とかって本読むと眠たくなるじゃないですか、うんうん、だから寝ちゃうこともあるんですけど、うん、寝る前変にスイッチ入って眠れなくなることもあるんで、うんうん、それはちょっとバランス取れながらですなるほど。じゃあ次の質問いきます。チームの誰かと1日入れ替わるとしたら誰がいいですか。何したいかだよねそれね、うん、何したいですかね。何したいかな。試合中この人と入れ替わってみたいとか思ったことあります。あ、そういうこと。試合にします。いや試合じゃなくてもいいですけど、何ですかね、日常生活を送ることとか、ね、あの人、あでもモテるって言ったらね、田島さんモテるからね。いやモテる生活は送ってないですよ全然全然モテる生活は送ってないんですけど、はい、そうだな、誰になりたいかな、うん、別に誰にもなりたくないかな。なりたくない。あでもそうだな、うん、バスケで言ったら、はい、キースみたいになってみたい一回。それはいや、あんだけ体あって、うん、スピードあって身体能力あって、うん、ちょっとやってみたい。キースが何も考えてないとかではないですよ。もちろん。何も考えずにひたすらに攻めることだけ考えて、うん、自分の身体能力を使ってバスケしてみたい、うん、確かに身長もね小柄ですからね。そう、どっちかというと出して側じゃないですか、うんうん、であとは外から攻めるかとかっていう感じになるんですけど、やっぱああいうタイプって自分がボール持ってる状態でドンってできるし、そういう僕みたいなガードのプレイヤーからここにくれっていうのを言って、うんね、ビヨンって飛んだりとかいろいろできるわけじゃないですか。そうですね。それは今の僕には 100% できないから。なるほど。そういったのは あそこまでの能力ある選手とかをやってみたいかな。なんか大きくてセンターみたいな選手よりかは、うんうん、キースみたいにそんなに大きくはないけど、うん、体も身体能力もあってっていうプレーはしてみたい。なるほど。楽しそうという憧れがあったわけですね。あんだけ飛べたら楽しいでしょ。でしょうね、うん、じゃあよいしょ。これだ。対戦が楽しみな選手。楽しみ、うん、楽しくはないんだけどな。楽しくはないけど対戦は楽しくないですか。対戦楽しくないっすよだって戦いだもん。確かに試合っすからね、うん、やったあの人と戦えるみたいな楽しみはないっす。まあ、むしろだからプロに入った時とか、うん、ゆうたさんに対して田淵さんに対してそういう思いあるのかなって思ってたんですけど、うん、
同じチームだったじゃないですか。そうですね。だから2年間見れたんで、それは結構やっぱ大きくて、ああこういう人たちってこういうふうにやってるんだなとかも含めて、まあだからそこから初めて多分プロの場で、ね、ゆうたさんとかすごいあえて大物の人と対戦するときって絶対めちゃくちゃ緊張するはずなのに、僕レバンガに来てから栃木とゆうたさんとマッチアップするときにやっぱ普段やってたんで練習、はい、負けたくねえと思ったんですよ。でもそれってなんかずっと見てきてた、うん、ちっちゃい頃からずっと見てきてたスーパースターなのに、うん、一緒にその場に立って負けたくねえと思ってる自分がいるってなんかすげえなっていうふうには思ったんです。なんかこう自分の成長を感じたわけですか。成長を感じたっていうか、なんか変な感じがするです。変、なんだろう、ずっと見てきてた人じゃないですか、はい、要はだって今からじゃあもしここにレブロン・ジェームズとか NBA のスーパースターがいたら対戦楽しみってなると思うんですよ、はい、絶対それは見たこともないし、うん、会ったこともないし、うん、一緒にプレーしたこともない、うん、でもそうやってずっと見てきた選手と一緒に練習したり実際にゲームでこう対戦したりっていうのを、まあ、特に B リーグになってとか試合数も増えてとかなってからはだから楽しみっていう感じがなくなったんだろうな、負けたくねえっていうふうにどの選手にも思うようになったっていうか、それがあのスーパースターであっても、うん、他のチームの選手であってもいろんな選手に対してそう言って思うかな。うーん、プロって感じですね。プロ選手、まあ、あと流星ぐらい、あやっと怪我も治ったし、うん、この前ね、まあ、楽しみっていう、それも楽しみってわけじゃないんだけど楽しみにしてくれてる人たちがいるなっていうのを感じる。なるほど。で次の質問、これです。バスケをやめたいと思ったことはありますか。あー、やめたい、うん、バスケをやめたいぐらい追い込まれた時期はもちろんあったっすけど、はい、やめれなかったからいるんでしょうね。なんでやめなかったんですか。まあ、僕中学卒業して、はい、高校地元離れて福井県の北陸高校に行ったんですけど、うんうん、まあ大変だったんですよ、うん、さすがに、はい、そんな田舎でね、田舎の帯広でやってて、うん、そこから急に全国名門 の、うん、その福井県の50人ぐらい集まってるチームで寮生活してみたいな、うん、いろんな初体験があって、はいはい、うん、まあ、当時上下関係もあり1年生には仕事もあり、うん、そんなことも初めてだったので、はい、結構きつかったんですよね、はい、メンタル的に、はい、生活も含めて、はい、でもうバスケどころじゃなかったんですよ本当に。なるほど。やってましたよ、授業も行ってたし、うん、練習にも出てたんですけど本当それどころじゃなくて、うん、まあ、やめたいとは思えなかったんだけど、やめれないと思ってたんですよ、はい、僕北海道出てきちゃってるんで、はい、これでやめて北海道に帰れないなっていうのが一つ、うん、自分の意思で出てきちゃったんで、はい、これがなんか周りの意見とか親の意見で北陸に行ってたんだとしたら、もしかしたらやめてたかもしれないぐらいまで追い込まれてました。なるほど。でも自分で決めたから、でなんかやめてもいいよみたいな、はい、そんなにきついんだったらみたいなところまで結構追い込まれてたんですけど、はい、いや俺自分で行くって言ってるからやめれないみたいな、はい、っていう3年間、うん、っていう時期です。やめたい、やめたい、だからやめたいとは思ってないんだけど、うん、そこまで追い込まれたのはその時期ですね。それ以降はもうやめたいって思ったことは、いや辛いな、きついのはありますよ、はい、やめるっていうようにはなってないかな、うん、やめたいだもんね。やめたい、やめることを考えることはやっぱたくさんありますよ。続けられるのかなって考えたことはたくさんあるです、うん、高校も大学もそこからプロに行った時も、うん、俺っていつまでできるんだろうなみたいな。だって要は所属先がなければ就活しなきゃいけないとか、うん、そうですね、あのリアルな話になってくるじゃないです か、うんうん、だからそういう時期はずっと高校からその親元離れて、うん、高校福井県行ってからはずっと思ってましたね、うん、だから僕ここで3年間うまくいかなかったら大学ってどうするんだろうみたいな、うんうんうん、で大学行ってバスケ強いとこ行けなくてとか活躍できなかったら仕事しなきゃいけないのかなみたいな、っていうのはずっと思ってました。でもやめたいとは思ってないかな、うん、いつまでできるんだろうなとは思ってます。なるほど。じゃあこれに関わってバスケは好きですか。バスケ楽しいっすよ。好きっすよ。うーん、じゃなきゃやってらんなくないですかこんなきついのに、はい、バスケ俺好きじゃないけどなんかプロでやってんだよねっていう人がいるのかちょっと不思議なぐらいですかね、うん、なるほど、はい、みんなやっぱバスケ好きだと思いますよ、うん、じゃあこれが
最後ですね。ホワイトデーの甘酸っぱい思い出。ホワイトデーの甘酸っぱい思い出。本当に質問来ました、うん、来ました。本当に来ました。あのツイッターで寄せられた中にあるので見てください。ホワイトデーに思い出がない。ない。え、ない。バレンタインデーはいかがですか。バレンタインデーはもらう。あの今までで一番多かった個数って。いや、わかんない。わかんない。うち来てからですよ。あのレバンガ来てからですよ。レバンガ来てからもちろんすごいでしょうね。レバンガ来てからが、ま、だってそれ以外の時にめちゃくちゃもらったことなんてないっすよ。あの小中高大。ない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 。ない。何個かありますよ、そりゃ。なるほどね。はい、あげるって言ってありがとうみたいなそんなのもありますけど、そんな大量にもらったことなんてレバンガ来てからですよ。じゃあレバンガ来てからはやっぱすごいもらうし、うん、ねえ、すごいありがたいことですけれども。誰がどのチョコかは全然わかんないわけじゃないですか。そうですね、もちろん、うん、っていうんでホワイトデーに何かしたこともないんで、うん、思い出がないんですよ、ホワイトデーの。なるほどね。はい、わかりました。何でしたっけ、クッキー返すんでしたっけ。違ったっけ。あ、そうですね、そうですよね、クッキーとかね。あと、そうですよね、何でもいいですけど、そういうのは知ってます。うん、知ってます。そういうのは知ってる。ドヤって今顔しましたね。ドヤって感じですね以上でやつでした。あ、終わりました、はい、はい。ありがとうございました。いや、よかった。盛り上がった。盛り上がりましたか。盛り上がった。結構テンション高く話してくれたような気もするのですが、それまでちょっとテンション低かったからちょっと上げていこうかなと思ってありがとうございます。これで以上なんですけど、はい、まあ、最後に、こうやって答えてみての感想と、はい、まあ、今後ちょっとリーグどうなるか分かんないかなっていう部分もあると思うんですけど、はい、抱負を聞かせてもらえれば嬉しいです。そうですね、まあ、菅野朝日始まって、うん、まあ、まあまあ経ちますよね。そう、この前6回目ですか。そうですね、はい、半年ぐらいもやってるんですかね、はい、ね、毎回こう自分たちでこうじゃあ何話してきますみたいな感じでいつもやってますけど、はい、まあ、こういう質問形式もやっぱあっていいのかなと思いましたし、うん、みんながこう知りたい部分っていうのを、まあ、こういう菅野朝日通してまた話す機会があればいいなと思いますし、まあ、また違ういろんな観点から見てもね、いろんな話が届けられればなとは思います、はい、と試合、はい、そうですね、どうなるかが分かんないんで、これいつ流すんですか。キンキン近くに流します。近く、はい、はい、みんながつらい、みんながつらい、バスケ業界だけに関わらず、うん、全員がつらい状態なので、はい、僕たちだけの話をするつもりももちろんないんですけれども、こうやっぱプロ選手ってこうシーズンに合わせて体鍛えて準備してきて、うん、こう今年も1年間1シーズン頑張るんだと思ってやってきて、こう積み上げてきてる中で、うん、まあ、ほぼほぼ1ヶ月ここで中断ってなると、そうですね、すごいこうメンタル的には各選手結構きついのもあるし、もちろん今じゃあバスケしてていいのかっていう話にもなってくるし、すごく難しい判断の中で、どうにかね、みんなで前向いて頑張ろうとしてるところですし、本当に自分自身のことも守んなきゃいけないし、本当に周りのみんなのことも自分たちで守んなきゃいけないという状況だと思うので、はい、本当になるべくこうリスクを抑えて感染予防して、みんなでいい行動をしながら、あとプラスでレバンガからね、多分またオンライン通して頑張っていくはずなので、うん、ここから指導していくはずなので、またそういったものを通して皆さんに何か少しでも届けることができればなと思ってます。わかりました、はい、いや本当にありがとうございました。よっしゃ、じゃあ最後にこちらのカメラに向かって皆さんにバイバイしてもらっていいですか。バイバイ。こっちか、こっちか。